きチャンネル。ちょ、こんにちは。さあ、消化ゲームのお知らせはありません。はい。まだチャンスあります。うん。今日は楽天と、はい、そして DeNA。4位のチームですね。4位のチーム。現段階で。はい。はい、ね、じゃあ楽天からいきましょうか。はい。ね。よっしゃ。優勝は無理っすね。もうさすがにね。正直ね、もうそこ見てないかもしれない。もうそれはもう仕方ない、仕方ないね、はい、うん、現実的にね、なんとしても A クラス、うん、はい、ってなった時に、うん、A クラスに入るためには、うん、現状日本ハムが貯金5、はい、で楽天が貯金1なので、はい、まあ賞味76勝ぐらいが、うん、ボーダーラインかなと。 A クラスのですね、 A クラスのここまで来るとね、うん、はい、でそうなってくると残り26勝22敗、うん、で貯金5になるわけです、はい、現状ハムの貯金5に行くためには26勝22敗、はい、で73勝68敗に分けになるんで、はい、貯金5、うん、これがまあ最低ノルマですね。そうですね。でそうなってくると、うん、勝率が5割4分1厘です。おお、残り、いや、いけるぞ。貯金4、はい、それで見てみると、楽天は7月、はい、6割、うん、で、うん、6月5割7分1厘、はい、で5月が4割3分5厘の最初出足がね、そうちょっと悪かったけども、はい、今の感じでいくと、うん、いけます。いけますね、はい、26勝22敗、はい、大体8、どこのチームも8勝あるんで、うん、まあまだカード負け越しても大丈夫です。大丈夫ですね。そしたら5割はキープできるんで、うんうん、いや、全然いけますよ、うん、そうなった時に、はい、課題を検証していこうっていうところで言うと、でも今尻上がりにチーム打率は2割5分6厘で90得点しっかりして打ってます、はい、ホームランも16本、盗塁も12、うん、若干エラーが気になるね、うん、ミスね、あと記録に残らないミス、ね、はい、若干そこが気になる、うん、防御率が 4.08 と、はい、先発が 3.83、 リリーフ 4.52、 リリーフこんな取られちゃったんだっていう、リリーフも悪いね、うん、そんな感じせんけどな、そうなん、イメージはね、うん、イメージではそんな感じしないけども、データで言うとなってると、はい、だって楽天は6月リリーフ防御率 2.89、うん、ね、っていうところでリリーフ、まあ、5月も 4.20 で悪かったんだけどね、はい、だから投手陣やな、打つのはもう打ってるもんね。いや今いいですよ、打線いいよね、うん、浅村もフランコもね、うん、上がってきて、黒川もたまに、これも4安打打ってたから、そうなんですよ、もう昨日なんかもタイムリータイムリーで、あと中島くんね、ルーキーね、いい活躍、初ホームランも打ってね、逆転ホームランで、ね、で辰巳選手もいいし、そうそうそう、小郷選手もいいし、で鈴木大地も頑張ってるし、ね、はい、阿部選手も出たり、うん、打線はね、うん、もう島内の出てくるとこないね。中島くん出てきましたしね、うん、あのなんか最近なんか SNS で、うん、はい、里崎島内のこと全然語れへんっていうのあって、はい、いやだってまず1号おらんからな出てきてないから話題になかなかなりづらいというか、ね、しかもあのトレードにの選手にも島内上がらんかったっつって、うん、逆に上げていいんですかっていう、いやむしろ複数年契約だし、だし島内は別に楽天だから、うん、はい、買い殺しじゃないじゃん、うん、本人の持ってるじゃん、そうです、ね、ここに来てね、うん、ちょっと趣旨が違うからね、はい、うん、そうなんですよ、だからもう投手陣やな、うん、まあ早川、藤井は頑張ってるけどな、はい、小ちゃんもいい感じでね、いい感じですよ、うん、なってきたし、はい、あと牧師投手もまあまだ頑張ってるし、庄司がねちょっとピリッとしないのだと、うん、ポンセがちょっともう無理なんちゃうかっていうね、ポンセ投手ちょっとなかなかもう勝てないですね、うん、だからここの、まあ、この前も藤井で落としちゃったりしたけども、はい、この藤井早川で落とさんようにしなきゃいけないけども、うん、はい、鶴崎から投げたり若干ね滝中もピリッとしない、そうなんですよね、ちょっと先発投手陣が不安やな、うん、でもリリーフはさ、はい、渡辺とかあと鈴木空、はい、則本、うん、あと伊藤真央投手が結構投げたりとか、そんな酒井投手、孫投手やけど、ね、データ悪いね、だ打たれてんだろうね、ちょっと打たれ気味ですね、うん、うん、鶴崎さんがね、13.5 ですよ、うん、それで上がって、確かにそれで上がっちゃったのかな、あとうちも頑張ってるけどね、そう投げてみないと分かんないところもあるけども、うん、でもまあだから投手陣の踏ん張り次第で3位いけるね、はい、2位も考えたら、はい、うん、このままいったらロッテが、うん、まあ、79勝ぐらいがラインになってくるんちゃうかというところで、はい、楽天は29勝19敗、はい、でいけば勝率6割4厘、うん、7月の強さでいけば2位もまだワンチャンある、うん、ですね、うん、いやただこれちょっとこの危ないのが、
7月の勝率で見ると、うん、一番いいのが日本ハムなんですよ、うん、で楽天でロッテという、うん、この争ってる2、3、4が6月めちゃ、うん、7月めちゃくちゃいいんですよ、うん、だからなかなか上に行けないんですよね、うんうん、でじゃあ楽天ちょっと見てみようかな、うん、はい楽天の直接対決でいうとやっぱロッテ日本ハムに負け越してるのよ。そうオリックスにも負け越してるのよ、うん、だから西武だけなのよ勝ち越してるの。そうなんです。じゃあそこら辺の最低でも日本ハムロッテの同一カードを、うんまあ、勝っていかなきゃいけないよね。直接が大事ですね、うん、ここがやっぱり楽天西武にしか勝ち越せてないのがちょっと痛いよね、うん、そうなんですよ、うん、交流戦でセ・リーグには勝てたんですよ。パ・リーグになかなかっていうところがあって、うんねうん、だからそこが、うん課題になってくるかな。で残りカードで言うとどうですか。日本ハム明日からこれ大事だね。もうこれがめちゃくちゃ大事だ。日本ハムで、うん、もうあのオリックス西武に負けちゃダメ、はい、下位チームにね、うん、8月も、オリックスと5試合、はい、で西武と 1,2,3,4,5,6,7,9 試合やんね、はい、でもうまず2勝1敗終わったからね、うんはい、あと2カードあるから、うん、こう8月めっちゃ大事。大事ですね、うん、9月に入ってロッテ戦が増えてくるから、うんだから8月でぐっと詰めておいて、はい、ロッテに、はい、この下位のオリックス西武に落とさないで、はい、ぐーっと攻めておいて9月のロッテでバシーいけたら、うん、2位まで割っちゃうね。そうですね。いや去年の最終戦もロッテとの対戦で勝ったら2位負けたら4位だったんですよ。ロッテ戦大事だなこれ。先発、まあ、投手力やな、ね、ここに来てねどこまで踏ん張れるかがね、はい、勝負だけどまだやっぱり2位あるね。ありだからまあやっぱり勝負どころはこの 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14試合、はい、あのオリックス西武があるね、はい、で前ももう 3試合終わってるんだけど、はい、だ14試合を少なく見積もっても9勝5敗やな。そうですね。ソフトバンク戦はあとどんだけ残ってるんですか。ソフトバンクは、はい今週 1,2,3,4,5 試合5試合まあでもソフトバンクはもういいね走ってはいそこはそこに勝てたら他のチームと差をつけられるじゃないですか。でも他のチームで負けちゃ一緒だから、まあ、もう確実に勝てるところをしっかり勝っていくのが大事だから、うんはいですね、まあソフトバンクはもう全敗しなかったらいいぐらいの気持ちで、はいうんこの西武オリックスの5位6位チーム14試合を9勝5敗、うん、で貯金4作れればまだいけるから、はいいいはい、で今もう2勝1敗だから、うん、あと4回負けれるから、はい、あの11試合中、うん、でそしたらこの6割とかに入ってくるからね勝率全然いけますね、うん、だからここが最低ね、はい、うまくいけば10勝3敗とかいきたいけど、うん、最低9勝5敗で乗り切れるかどうかがね、うん、ポイントだね。で、はい、でロッテ戦勝負、うん、これまだあるねありますね、うん、で続いてセ・リーグ、はい、DeNADeNA ちょっと連敗が痛かった。痛いよな9連敗めっちゃ痛い。まさかのね打てなくなったらもろいね一気にちょっとオースティンがオールスター明けいなかったのが痛いな。もうフォードいないやろ。なんでピッチャー取りにかかったんね。うん普通な普通先発フォードちゃうやろ、うん、でその中で今 DeNA はね、はい3位阪神と6ゲーム差だから、はい、結構ピンチなのよ。ついちゃいましたね。阪神が連勝してる一方で DeNA が連敗したね。連敗だからねってなった時に、うん、残りね他のチームと同じようにするんだったら、まあうん、73勝でいって、はい、どうギリかみたいな感じやね。でもそれで難しいからやっぱ78勝いかないといけないね、はい、3位は、うん、ちょっと今 A クラスが上がってるからね、はい、78勝64敗の貯金14で3位ちゃうかって俺は思ってんだけどね、うん、今阪神が貯金が、8だからね、はい、ちょっともうちょっと伸ばすんちゃうかと、うんまあ、どんなに低く見積もってもで76勝66敗だと貯金10なんで、うん、10あったら3位いける？いけるか、まあ、今3位の阪神が8だから10やとしたらいけますね。76勝66敗そこだと20勝を16敗、うん、で残り46試合だから、はい20勝16敗ですね。20勝20勝30勝だ30勝16敗。うわで、うん、3位あ全部勝ち越しでいける感じですね、うん、残り6割5分2厘、はい、76勝66敗で貯金10、はい、3位、はい、どうですかっていう全カード勝ち越しです。残り30勝、はい、いやーどう消化ゲーム金になってない。まだチャンスあるけど6割5分2厘、うん、6割5分2厘っていうとでも DeNA はある？
今年との勝率。今年はないよ。ないで、だってそもそも6割5分2厘って今のホークスやからな。うん、で巨人が7月7割で勝ってるんですよ、うんうんうん、でもこのペースでいかないと勝てないですよ。そう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 、うん、16だから全カード勝ち越しか。はい、全カード勝ち越し。全カード勝ち越し、うん、だから1週間に2回負けれます。はい、そのぐらいの感じで3位。はい、3位。うわー、でも、うん、まあ単純計算これだけど、もう最悪は阪神を叩いて落とすとかね。そうですね、どっか一つがダダッと落ちてくる可能性もあるから、うんうん、上位陣が下がってくるとちょっとノルマは下がるけども、うん、阪神との試合残ってるんですか。阪神との試合は、あと9試合、3カード、はい、残ってる。 DeNA は7月ね、借金4、うん、でもチーム打率は2割6分2厘で打ってんだ。でも得点が73、失点80、失点多いですね。あと防御率が 3.10 悪いね。うん、やっぱり勝ってる時防御率いいもんな。うん、6月は一番勝率高かったんですけどね。そうそうそう、だから 2.40 だから、先発 2.12 だしね。うん、やっぱこの投手力、うん、でホームランも20発19、ここは一緒か。うん、やっぱ失点やな。6月58失点なのに7月80失点してる。うわー、全然違う。いや、ギリやな。ギリですね。ちょ、 DeNA も危ないな。うん、この金鳴るな。はい、いやー、あの連敗ですよ本当に。うん、だって3位狙いで勝率が6割5分2厘やで。30勝16敗、これノルマ貯金14、はい、うん、まあ上を叩くしかないです本当に。まあ、まだでも4位だからね、はい、ワンチャンあるからここからね、うん、上立てます。でも先発の頑張り次第やな、はい、投手陣がどこまで頑張りながら打撃が、うん、まあ、オースティンが帰ってきたからね、うん、オースティンのホームランでこの前の阪神戦も勝ったようなもんやからな、はい、その後はシャットアウトされてるからね、うん、まあ、なんとか投手陣が頑張ってどこまで持ちこたえるか、はい、まあでもまだ今日の DeNA、 楽天は本当にこのオリックス西武戦の8月がもう勝負だね、はい、で9月のロッテ戦いけるかどうかだからね、はい、まあでもまだ両チームねチャンスあるんでね、うん、はい、まあ、面白い戦い期待しましょう。はい。